残念、なめかじ組、なめかじ先生。M、僕 SL さんです。いつも通りやってしまいました。いいっすねこれ。憧れのピンクになってます。ああ聞こえます聞こえます。はいこんにちは、なめかじ直樹です、本日はですね、隣のキャンピングカーどうなってんのっていうコーナーで、本日のね車両はこちらになっております。でこちらのオーナーさんがですね、僕の大好きな YouTuber の、はい、こちらの方です。M 僕 SL さんです。あどうも、はじめまして。よろしくお願いします。僕たち昨日ここ RV パークなんですけど、初めてお会いして、何時ぐらいまで飲みましたかね。1時半ぐらいまで。1時半ぐらいまで。いつも通りやってしまいましたという。で早速ですね、悟空さんの、車両、紹介していきたいと思うんですけども、こちら何という車になるんですか。実際はサンリビング、はい、サンリビングのリド M50SL、はい、という形で、はい、一応国内で2台、はい、2台でもう生産中止になりまして、はい、まあ、今でいうアドリア、はい、アドリアとサンリビング社が吸収して、はい、サンリビング社が吸収してアドリアにで、統一する前の、はい、サンリビング社のもう最後のモデル、最後のモデルなんですね。すごいですね、日本で2台と。で2台でちょうど 2,、はい、2台しか入ってこなかったっていう、まあ、車両が長いので大きくて、はい、まあ、人気ないっていうのがあったんですけど、海外では結構有名な。こちら何メーター？7メーター40。7メーター40ですね、はい、でベース車がこれ僕が乗ってる車と一緒ですね。フィアットデュカットの、2300cc ですかね。でこちらがこれ冷蔵庫ですかね、そうですね、下もそうです。でこれこちら何ですか。これがコンセントになります。外部コンセント、なのでここから、はい、100V の家電が使えるという、はい、でここがトイレ、トイレのタンクですね。でここが、140リッターの、140リッターも入るんですね。すごい。はちょっと汚いですけど、はい、あ収納は僕のより全然広いです、はい、これご自身でつけられたんですか。これはそうですね、はい、いいですねこれ。安いもんでしたね結構、はい、アマゾンで 2,3000円ぐらいで20枚、はい、30枚とか入ってるので、まあ、あとは、はい、両面テープで貼って、はい、でこの LED もは最初からですか。ここいや悟空さん、ご自身の動画で結構車内の快適化とかこういうなんかつけたりとか DIY とかやってるんでね、あの概要欄に悟空さんのチャンネルは貼っておきますんで、ぜひ皆さんご覧ください。はい、で HD が後ろはもう何にもないですけど、はい、カメラが、はい、このカメラ、あの車カメラが12個ぐらいついてる。12個あのアラウンドビューモニター、そうですね、標準でついてるアラウンドビューモニタープラスもう1個つけてる、はい、これなんで2個つけてるんですか。1個は、はい、まあ、車両を上から撮る、はい、のカメラなんですけど、もう1つは24時間365日すで、はい、に車両を監視してる防犯カメラが、防犯的な、なので家庭用の防犯カメラが、はい、レコーダーが、はい、もうエンジン切っても365日ずっと録画してるので、はい、まあ、中車両にあった場合とか、はい、あとは旅先でちょっと思い出の動画が欲しいなって時は、はい、レコーダーから一応録画されてるので、すごいですね。フレール機がここをちょっと見た、はい、ちょっとこっちも汚いですけど、はい、僕のやつは純正で、はい、サブバッテリーがディープサイクルバッテリー、昔でいう鉛バッテリーが、はい、リビングのところに2つあり、はい、3つかな、3つついてるんですけど、はい、それだとやっぱり皆さんも分かるんですけど、最近のリチウム、はい、あれが欲しくてこっちでつけました。あ、形ですね、ここについた、はい、これ僕動画見たんですけど、これないとなんか光ったりする、ね、光りますね。あ、鉛はね、ここは入って、4つ入ってたんです、はい、で前に34で、はい、7つでバッテリーやってたんですけど、はい、まあ、全く持たない。要はあの
距離が長いじゃないですか、はいはい、配線がかなり長いので、はい、結局電気のロスが起きてくるんですね、はい、すごいです。僕もこういう技術が欲しいです、はい、こちらはこういう棚とかが標準でついてたりとかして、はい、マトリックス、アドリアでいうマトリックスともうレイアウト系は結構似てるよ、はい、そうなんですね。で、ボイラー、そうですね、ボイラーで、これが外部電源。昨日めちゃくちゃ電気使いましたけど、リチウム、まだ 78% になりました、ね、すごいですね。では、中の方お邪魔してよろしいですか、はい、で、サンリビングの特徴が、窓がない。そうですね、昨日僕見てて思いました、はい、あの通常アドリアのほとんど全モデルはここに、はい、まあ、国産のやつでもそうなんですけど、はい、小窓がついてるんですけど、はい、がこの見えない方がいいので、この扉を選びました。はい、でちなみにこれが予備電です、はい、予備電、ピンポンってなる感じですね。もうお家みたいな形で、はい、いや、よろしいでしょうか。すいません、朝からお邪魔します。よいしょ、こんにちは。あ、昨日は長男ありがとうございました。はい、はい、これがいつも動画で見てる悟空家です。はい、早速中入って、そうですね、これが今、はい、プロジェクターで、はい、まあ、3つの動画がテレビもあって同じように、これもご自身で作られたんですよね。そうですね、はいはい、あ、色が、これが僕のこれもそうです、憧れのピンクになってますよ。すごい。で、例えばあの暖色がいいなと思ったらこう取ってやると、はい、で、暖色も、はい、微妙に変えれるんです。もう通常暖色って大体このぐらいの色じゃないですか、はい、けどちょっと黄ばんだのを薄くしたいとか、はい、また白くしたいとか、はい、ということも全部微妙にできたりする。で、スピーカーもこれご自身です。これは、こいつはあの LT さんにつけてもらったスピーカーで、一応防水用のスピーカーなので、カビがだと結構湿気があれかなと思って、はい、そういうのつけてあんまり変わらないですけど、で、まあ、中はねデュカトなんで、そうですね、なんでこれが6速の、はい、まあ、一番多分国内で多いかなっていうデュカトになるんですけど、はい、まあ、最近は9速のすごい羨ましい。で、こちらのテーブルも先日動画 で、ね、でこたつ見ました。こたつをこれ、はい、DIY で作った形です、ね、でこれも生地も、はい、まあ、あの自分らで作りました、はい、あ、これも作れます。はい、すごい。これは奥様が、そうですね、はい、ほとんど、へえ、ね、もともとは白い、カバーなんで、はい、この色なんですよね。はいはい、ですね。で、こちらがキッチンですね。まあ、これは、はい、多分吉川さんと反対だと思うんですよね。こっちに流し、そうですね、はい、で、こっちはい、で、これはもともとですか。これはつけてもらいましたね。こ, ういう形、あ、これは販売店さんの方につけていただいたと。もう全部オリジナルで。できるじゃん、東和さん。やってよ。できますよ。なんでこんなの安いんですよ。はい、ホームセンターとかに売ってて、はい、あとこの化粧板だけを、はい、あのこういう風になった木って売ってるんですよ。はいはい、で、あとはこの辺を。カットしたり、はい、まあ、はい、あと少しちょっと DIY ができる業者さんならできちゃうと思うんですよね。あ、これ作って、これスコロがあるだけでも全然、はい、全然いいですね。で、いいのはこのまま出せるので、はい、いいです、ね、で、収納も多くなっております。上もで、こちらがバンクベッド、これは自動で降りてくる、このボタンで、はい、このボタンでちょっと下げますね、はい、こういう感じで。あ、でも音静かですね。下がってますね。はい。で、冷蔵庫、冷蔵庫大きいですね。はい。で、電子レンジ。で、こちらのこの
扇風機を、LP さんにお願いしてつけてみましたね、はい、でこれは結局あのエアコンがあっちについてて、はい、風がそっち行かないので、はい、それをあの戻すというか、はい、あの風を送るということで、はい、やりましたね。あ、冷蔵庫かな。冷蔵庫が、冷蔵庫これが多分、はい、160くらいだったのかな。上が冷凍で、はい、下が冷蔵庫、はい、それは海外のやつは切って、はい、でこの辺がボイラーですね。この辺はちょっと安いあの今でいうアドリアでいうこの電子メーターみたいなのがない状態、はい、だから僕これ簡単でいいので、はい、楽は楽ですね。そうですね、はい、でこちらが、シャワールーム、シャワールームですね。多分レイアウト的には似てるかな。あ、でもシャワー豪華です。うちも本当おもちゃみたいな作りになってるんで、はい、で、はい、トイレが、はいはい、トイレは同じ感じですね。ですかね。はい。でこれもうご自身で作られた感じですね。作りましたね。いや、おしゃれですね。はい。ほとんど100円のものです。はい。でここのいいのもトイレに窓がないんですよね。はいはい。通常はそこに窓がついてるんですけど、はい、結局そういうのいろんなものがついてると壊れたりとか、はい、まあ風の音とか風が入るので、はい。はい、こんにちは。ここは、まあ、3人が大人が寝れるような状態で、はい、まあ、大きなスカイリングと、あ、でもベッドは、はい、いい高さですね。うちの方が高いです。そうですか、はい、いや同じくらいかな。ここの床が高いからなのか、高いかもしれないですね、分からない。はい、でもなんか豪華です。あ、ここにもテレビが、テレビはよ、あ、こっちにもテレビが何個テレビつけるんですか。もう5台かな。はい、すごいですね。プロジェクターで5台ですね。32が2台の、はい、24、20で、プロジェクターが50、はい、すごい。でここはリチウムのメーター、はい、自分でつけて、本当はあのリビングに持ってきたかったんですけど、はい、これは何ですか。はい、このリチウムの、はい、あの残量を家から、はい、Bluetooth で確認したいときです、はい、で今何パーセントだったかな、充電し忘れたんで、はい、ちょっとしようかなと思ったときに、はい、父見に行くのめんどくさいじゃないですか、はい、なんで部屋からちょっとやると、はい、68、あ、じゃあもう明日行かないといけないんで、まあ、充電しておこうかなっていうのが、これがドライブレコーダーの機能を利用して、はい、撮影24時間、ね、なるほどですね。で、あの寝室の奥側のこの壁紙もご自身で。そうですね、これも100円なんですよ。100円ショップでちょっと豪華っぽく。いや、めちゃくちゃ豪華ですこれ。なんでちょっとなんていうんですか、はい、まあアイディア次第でできる形、はい、で家庭用エアコンがついていて、ポールを立てて、あ、ここテーブル、テーブルがこう作れるのが、はい、これもテーブルも作ったんですよ。あ、これもともとじゃあついてなかったんですか。大丈夫です。これがテーブルなんですけど、はい、あ、すごいです。でこうやるとちょっとした勉強したりとか、はい、子供たちがあのご飯食べたりとかできるので、はい、快適ですねこれは。でカラオケがやっぱここでできるので、はい、この Bose のスピーカーとがついてて、でワイヤレスマイクで、はい、でカラオケも実は第一講師のやつなので、はい、あ、でここからも音出てます、ね。ね、はい、ここから出てます。音は、音楽はここから出てて、はい、でスピーカーから声がマイクで、ゴールドとピンクなんですね。ああ、聞こえます。マイクです。マイク。こういう感じで、はい、結構エコー強めですね。スナック型ですね。マイクの設定は最高ですね。はい、悟空さんがもうこの車が好きすぎてっていうのがめちゃくちゃ分かりました。もうこだわりの1台になってるんじゃないでしょうか。本日はありがとうございます。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございます。こちら、なんていう車でしたっけ、サンディリの M50SM50SM50S、はい、ですね、こちらですね。ちなみに僕のチャンネル名は、はい、
M50SL にここを愛犬の悟空を入れて M50SL と、あ、そういうことだったんですね。はい、悟空さんのチャンネルもよろしくお願いいたします。高評価、チャンネル登録、なめかじよろしくお願いします。それでは次の動画でまた会いましょう。じゃあねー、はい、バイバーイ。